さあ両チームフィールドに入りました。これより後半戦再開という形になります。後半戦はショーウェイブザーズのキックオフで試合再開する格好になります。本日はオールスタジアムにご来場いただきまして誠にありがとうございます。キックオフをする機関は69番の模様です。ショーウェイ69番は大畑、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ磯野はまだ円陣を組んでおりますが、リターンチームどうやら、2人布陣するようです。先ほどから短いキックを蹴られているためリターナーがなかなかそのボールを取れないという状況にありますが、磯野もリターン陣は非常に強力です。27番と84番も配置しております。磯野スーパースターズの27番は、酒井です。愛知大学のルーキー。そして84番は五十嵐、東北大学のプレイヤーです。近いキック、手前にいるブロッカー選手にそのボールを託しました。そこから上がります。これは押し返している。まだ続く。ナイスリターン。大きなリターン、左肩と手前側にいるブロッカー選手にリターンさせましたが、これを取りました18番。見事そのまま前進しまして、かなり有利な位置を確保しました。見事な17番ですね、17番の江崎がリターンしました。愛知学院大学出身のプレイヤーです。東海学生2部にありながら、しかしその選手現在この X で活躍しております。見事なリターンで相手陣入った位置からの攻撃に磯野が変わります。磯野スーパースターズ、相手陣48ヤードからファーストダウン10。中央行きました。まず中央にランプレーをねじ込んでおります。未終点にキャリア22番を取り越しました。これによりまして約3ヤードから4ヤードゲインとなっております。キャリアは25番の宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。チームを X2 に昇格したそのエースランニングバック、その見脚を披露しております。磯野スーパースターズセカンドダウン7。今度は左に展開したワイドレシーバー86番に84番にヒッチパス、そこから84番相手ディフェンスを飛び越えるような激しいアクションで前進を図りまして、約2ヤードから3ヤードゲインとしています。見事なキャッチアンドラン披露したは84番の五十嵐、東北大学出身のプレイヤーです。今度は東北学生一部で活躍しておりました選手、ここで披露しております。さあ磯野スーパースターズサーダウン4。動いた。ナイスファースト。今度は中央ランプレーで見事攻撃権更新です。キャリアは32番、見事期待に応えまして攻撃権更新果たしました。磯野スーパースターズファースト。32番は中川でした。金沢大学出身のプレイヤーです。北陸学生のプレイヤーをここで投入しました。さあ磯野、これにより相手陣33ヤードからのファースト点に変わります。これもナイスランです。今度はキャリア25番に託しました。一旦は捕まりかけましたが、そこからセカンドエフォートで立前進しまして、見事攻撃権を進めております。25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。日本各地のさまざまな地域から集まりました選手が磯野スーパースターズで活躍しております。磯野スーパースターズセカンドダウン6。これは翔英ナイスディフェンス。こ
ここで翔英立ちはだかります。ランプレーにより突破を重ねようとしました磯野の攻撃を翔英43番見事タックルしまして防ぎました。43番三上素晴らしいプレーです。チームキャプテン近畿大学出身です。6ヤードほどです。後ろに下げています。さあこれにより翔英はサードイレブンに失礼しました。磯野はサードイレブンに変わります。さあこの攻防果たして制するのはどちらか。翔英食い止めた。ここでドロープレーによって突破を図りました。キャリアは25番。しかしその宮部の走りを翔英食い止めました。96番の松田ここで素晴らしいタックル決めてフォースダウンに変えます。近畿大学出身。磯野スーパースターズフォースダウン。磯野スーパースターズフォースダウン。クエルフォーメーションを変えます。パンプフォーメーションを取りました。これはナイスパンツ。そのスーパースターズここはパントになりましたがパンター18番見事にコントロールしまして相手陣10ヤード付近に押し込んでの攻守交代になります。鮮やかなパントを披露したそのスーパースターズ18番の田中でした。岐阜大学出身のプレイヤーです。翔英攻撃権の取り返し後半最初の攻撃シリーズに入ります。しかしその位置は自陣9ヤードからとなります。さあここで防ぎました翔英ですがここからの攻撃シリーズ果たして展開できるでしょうか。磯野としては押し込んだ状況を何とか生かす格好でこの攻撃シリーズを食い止めたいところです。翔英自陣9ヤードからファーストアンテン。中央へのアンテン。ランニングバック32番野田智彦選手。今度は翔英は32番の野田にボールを託しました。まず中央へのプレー。これは非常にオフェンスラインマンの仕事をよく約9ヤードのゲインに変えております。翔英自陣18ヤードからのセカンドダウン残り1ヤード。これもランプレーで突破です。翔英ブザーズファスター。翔英ブレーザーランニングバック32。翔英ここでランプレー重ねまして攻撃権更新です。キャリア32番野田見事に期待に応えました。近畿大学出身です。攻撃権は引き続き翔英。これにより攻撃は翔英継続となっています。まずは危険地域を脱するためにランプレーを重ねました。ボールオン自陣21ヤードから翔英ブザーズファースター点。その年は何とかこの攻撃シリーズを断ち切りたいところではあります。パス不成功。ここでクォーターバック2番プレイアクションからディフェンスをかわしロングパス。レシーバーこのボールに触れることはできましたがディフェンスのプレッシャーてかパスキャッチできずパス不成功でセカンドダウンに変わります。翔英ブザーズセカンドダウン点に変わります。ここで翔英はランプレーによる突破を図りました。ドロープレーによりそのボールをランニングバックに託した瞬間磯野スーパースターズ
59番が殺到し、57番でしょうか、殺到しまして、このランプレを阻止しております。59番は高原です。高原見事なプレーを披露いたしました。正式な登録は39番ですが、本日はラインナンバー59番を着用しています。上智大学出身のプレイヤーです。さあサーダンロングの状況、さあクォーターバックです、構えている、パスを通した、これパス成功。クォーターバックにはプレッシャー来る中、それをかわしレシーバー見つけてパスを投じましたが、わずかに上ずりました。パス不成功でフォースダウンに変わります。アメリカフォーではパスが失敗しますとゲームクロック時間が止まります。ケンケンケンさんのメッセージありがとうございます。磯野止めろ、さすが高原さんのメッセージ、まさにその言葉に応えるような高原の素晴らしいプレーが披露されました。翔英フォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイ付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。攻撃権変わりまして、そのスーパースターズに攻撃変わります。さあ磯野としてはここで取り返しました攻撃権イカさんという形になるでしょう。ボールオンは自陣46ヤードの位置にセットされました。磯野スーパースターズ自陣46ヤード付近よりファーストアウト。そのどのようなプレーを展開しようとするでしょうか。現在サブ画面の方では、同じく YouTube 界で有名なアメフトさんの画像を取り込ませていただいております。タイとワイド双方を取りながらという格好を実験的にやっております。ぜひこちらの方もご参考いただければと思います。パス不成功です。ここでまず最初のプレーパスプレーから入りました。クォーターバックは18番の田中に代わっております。しかしこのパスは若干オーバースローとなりまして、セカンドダウンに変わります。ターゲットは15番の伊藤でした。伊藤も北海道大学出身のプレイヤーです。さあ翔英ブルーそのスーパースターズセカンドダウン10の状況に変わります。さあ今度はランプレイター、一周手にキャリアを飛び込ませました。キャリア22番に託しまして密集点でランプを投入しました。今井がキャリアです。金沢大学出身、これにより約4ヤードほどゲインとなっております。さあ若干距離を詰めましてサードダウンの状況に磯野変わります。さあサードダウン6、パス不成功。ここで左奥走り込んだ15番でしょうか、こちらにパスを投じました。しかし15番ここでバランスを崩したか、パスキャッチできず不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。失礼しました、先ほどのターゲットは16番の花木でした。岐阜大学のプレイヤーでした、失礼いたしました。そのスーパースターズフォースダウン6、フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、トリックプレイ、ここでフェイクプレイ、トリックをいった。手前にいた25番にダイレクトスナップし、そこからのランでよって、この6ヤード突破を図りました。しかしこれを翔英見事に対応しまして、これによる攻撃権更新を食い止めました。結果的に4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。攻撃権は変わりまして翔英に変わります。翔英ブレイザーズに移ります。磯野ここで勝負に行きました。
チョイブレザーズ1時49ヤード付近よりファーストダウン、陣地挽回図らんというところでしたが、攻撃権継続ならず、結果的に翔英はハーフウェイ付近から攻撃を得ます。翔英自陣49ヤードからの攻撃、翔英ファーストダウン10。これは磯のナイスです。翔英ここでまずランプレーを投入しました。しかしここに磯のスーパースターズ96番が対応、キャリアをそのまま一気にタックルしまして96番仕留めました。96番早川ナイスプレーです。日本福祉大学出身、東海学生2部の選手です。しかし見事なプレーを披露しています。翔英ブレザーズセカンドダウン。チームニックネームウィングス、その羽を広げた素晴らしいタックルを決めました。さあセカンドアンテル、さあこれはどうか、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスを通した翔英のパスを磯の19番がインターセプト、攻撃権ダッシュしました。インターセプトでターンオーバー、攻守交代。見事インターセプト者は19番高野、上智大学出身です。さあ面白い展開になってまいりました。磯野再び攻撃権取り返しまして、ハーフウェイからの攻撃になります。相手陣49ヤードから磯野スーパースターズファースまずオプションプレー、ランニングバック25番ピッチを受けまして左オープンに展開、タックル受けましたが、それをかわし約1ヤードほどゲインになっています。キャリア25番は宮部です。北海道大学出身、しかしここは翔英ブレイザーズディフェンスの集まりが早くゲインを与えていません。さあ磯のセカンドダウン内、失礼しました、ゲインなくセカンドダウン10の状況にスコアを変えます。今度は QB キープ、ハンドオフオプションでクォーターバック自ら選択としました。キャリア7番の、キャリアは7番の足立です。名古屋商科大学出身、密集点にその、素晴らしい体育をねじ込むような形で約3ヤードのゲインに変えています。ダウンが進み、サードダウン、ファーストダウンかぶとこまでは残り、さあサードダウンセブンの状況突破なるでしょうか。磯のスーパースターズ翔英、これを食い止めるか。QB ライター、しかしこれは翔英止めた。ここでクォーターバックならば自らの総力で突破を図りました。右オープンへのランプレーによりそのまま攻撃権更新図らんというところでしたが、しかし食い止めました翔英ブザーズです。これによりフォースダウンに変わります。ダウンが進みフォースダウン、ここでホイッスルが鳴っています。イエローフラッグが投じられました。さあ果たしてどちらの反則だったでしょうか。反則はありません。先にチームタイムアウトコールが出ておりました。チームタイムアウト、磯野スーパースター磯野、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレーの間時間を使いすぎたため制限時間を越してしまう可能性がありました。ここでの反則を避けたいがためにここでタイムアウトを取ったと思われます。
この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームにおります合同企画によってこの配信実現しております。多くの企業様、そして個人様の寄付ありまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。画面にありまして、また説明概要欄にもあります、そのショッピングカードの URL にその詳細あります。企画にご同意くださいますと、多くの方々にアメリカンフットボールをご覧いただけます。ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、タイムアウトを届けまして試合再開となります。そのフォースダウンセブンの状況、フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル、さあこの7ヤードワンプレーで突破なるでしょうか。パスいった、ギャンブル成功、フォースダウン。クォーターバック7番中央走り込んだワイドレシーバー86番にパス、86番タックルからが見事にキャッチしまして攻撃権更新。磯のスーパーサースパスだ、タフなキャッチ決めたは86番の神田、姫路工業大学出身、エイジ49、素晴らしいプレーを披露しました。現在は兵庫県立大学となっております。その前身になる姫路工業大学、当時は3部でした。しかしそのタフなフットボールを経験している選手です。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終わりまして、磯野スーパースターズ0点、ショーエイブザーズ14点、双方向きを変えまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。磯野スーパースターズ対ショーエイブザーズ。